やってきました、キネマ食堂。創業大正15年。はい、ここはね、静岡県掛川市のね、超有名店キネマ食堂でございます。こんにちは。あ、山よるだよ。こんにちは。食堂できちゃった。はい、行こうよ。 OK、 OK。テーブル席と、はい、山よる邪魔だよ。カウンター席があってね、あ、昭和の懐かしい雰囲気がね、漂ってますね。もういいですか？はい、どうぞ。あのね、ランチのさ、唐揚げ、あ、一番のね、うん、はい、あれは何と何が入ってるんですか？タラフライと昔ながらのコロッケと鶏の唐揚げ、ラスターニャ。はい、僕それで、はい、と、ヤマエルはササミチーズカツ定食。はい、ササミチーズ。それヤマエルのササミチーズカツ定食だよ。はい、こういう定食食いたかったらさ。そうだよね、今日はね、定食食べたくて、ね、いただきましょうね。はい、ごぼうサラダに薬効漬物、さあ、味噌汁と、味噌汁がそうめん、うん、何言っちゃってんの。あ、本当だ、味噌汁がそうめん。すげえ。うまい。あ、味噌汁うまやっぱね、やまちゃんね、ま、これよ、これまさにこれよ。これはタルタル、え、ここにソースかかってたの。なんだ、なんか損した気分。もう特製ソースあんじゃん。ちょっと今さ、あれもう特製ソースここにあるのにさ、先出ししちゃった。このウスターみたいなのかけちゃったよ。もうまあいいんだけどさ。お、うん、うん、あ、かくいいね、この、うん、なんだこれ、これさすがにさ、冷凍だよね。なんかめちゃくちゃうまいんだけど、うん、うまい。やっぱ定食はいいね。うん、安定だね、うん、やっぱね、薬効も美味しいし、白身魚にからし、揚げたて、熱々、うまいっすね。うん、でかいしね、ボリュームある、うん、漬物、これは唐揚げ、割と味がしっかりしてるから、うん、結構濃い口から揚げ、これは若鶏の竜田揚げ、タルタル、美味しいね、うん、これがキネマ食堂の定食ランチ、これいくらだっけ、これで720円、めちゃくちゃ安かった。まあ他にもね、定食大体620円とかね、650円か、まあ、めちゃくちゃ安いね。ここが掛川市で超有名なキネマ食堂でございます。まあ11時半に来たらね、もう満席でね、外まで待ってて入れなかったからね、一回ねやめて午後1時に来たらね、まあすんなり入れましたっていうね、感じだよね。はい、今日は静岡県掛川市のキネマ食堂さんからでした。美味しかったよ。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。